失敗した、でそれ乗り越えるは結構時間かかってるというのことはありましたのでは。レシピの皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは失敗を速やかに乗り越える方法です。では早速参りましょう。失敗、これは自分の中では一番許されないの気持ちです。特に昔ながら僕は東京から帰されてドイツに、そこではものすごくうつ病になって、うつになったからこそ何が起こったかというと、自分も自殺未遂に至るまでになったんですけれども、当初僕のコーチがやってきてくれて、自分を自己啓発会に誘ってくれて、そこで僕は何したかというと、いろんな体験やいろんな知識を重ねたからこそ自分の使命にしたのは、同じく対人恐怖症者の700万人を脱出させるということです。もしあなたはそうな人だったら、最初はこちらの動画をご覧ください。そしてこの動画はもし役に立ったら、自分にも相談はいかがでしょうか。それはできるのは PM か下の概要欄で貼ってあるのウェブサイト上で、そのコールのスケジュールができますので、ぜひ使ってください。では早速参りましょう。失敗、これ結構ね、精神的にはきついですね。ものすごくきついですね。自分も一時期鬱になった。現在にも結構失敗と立ち直るは、まあ1日とかもたまにかかりそう。どちらかというと一番許されないのは人ではなくて、自分自身を許されるのは一番難しいだと思います。自分的には、あんた的には、まあもしかして逆なパターンですけれども、でも自分なりにはやっぱり自分許されるのが一番難しい。もうどうやって自分許されるのかというと、ディングラス・ヨーズというのは、ミレニアム・サクセス・マインセットというのの本なんですけれども、でその本では何が書いてあるかというと、自分を許されるのテクニックなんですけれども、でどうやって自分を許せるかというと、早速参りましょう。最初の一本なんですけれども、最初の一本は紙を1枚を手に取ってください。取ったらよかったですね。でその紙には何かかというと、自分が一番の成功したのことを全て書き込んでください。我々の中で、人生の中で一番の問題は、我々は自分の失敗をすぐにね、自分自身をけなされるのに、でも自分の成功はあまり祝わないということです。この会議があるからこそこういうものになります。ではどうやってその帰りをもっと縮めるというかというと、自分の成功をちゃんと祝うということです。だから自分の成功ものを20個をパワーザーって書いて込んでください。どんな小さいの成功でも、告白した子は付き合ってくれたというとか、いろんなもの、小さな成功でもいいし、テストで100点をもらったとか、どうでもいいです。本当に何でもいいです。何でもいいで書いてください。それ全てを書いたら、それ毎日をレビューしてください。毎日それを見て、見るだけじゃなくて、この感謝を持って、あ、これできたからもう感謝、これもできたから感謝、その感謝プラス自分の成功するというのも祝おうということで、それはすごく自分の心を癒されるということです。でこれをだんだんやってると、もしあなたは今癒されたというもう失敗しないよってと思われるんですけれども、これはね、次の失敗のためにちゃんと保管してください。そして保管だけじゃなくて、こう自分がね、この成功はあまり今ね、心にあまり響いてないだったら、これも普通に他の成功と交換すればでも結構ですけれども、これは本当にその肯定的なリストではなくて、自分は何でも交換できるというリストですけれども、それはぜひ使ってください。ではレシピの皆さん、僕はこちらの動画を毎日アップロードしますので、明日の動画なんですけれども、どうやって新しいのゴールを設定するということですね。
ゴール設定は本当に大事ですけれども、もしよかったらその動画を本当に見たいなら、こちらのチャンネルに登録と通知マットを押してください。また自分の思うのはシェア分け、集まり配りは世話ということで、友達にも配ってください、シェアしてください。そしてそうなんですけれども、もしこの動画はよかったら高評価もお願いいたします。このチャンネルなんですけれども、は大体自己啓発や心理学を使って対人恐怖症対策、怠慢対策などをシェアするチャンネル、かつ Facebook マーケティングもシェアいたしますので、もしよかったらその間こちらの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。